どうどう、うまくいった？怪我はしてないよね？ほら見せて。どれどれ、うんうん、大丈夫そうでよかった。印の方は何か進展あった？フラクトシデスが今週に来てるなんて思った以上に厄介だね。細かいことはわからないんだよ。それに私なんてまだ下級メンバーにしか会ったことないし、あいつら人の手で共鳴を誘発させる方法について研究してるらしい。力に良し悪しなんてない、誰もが等しく共鳴の力を授かるべきだって。彼らは人体に機械を仕込むことで残像と融合させて共鳴の力を無理やり授け、そうして力を手に入れたアーティファイサーと呼ばれる人をフラクトシデスの戦力として利用します。そこまでして力が欲しいだなんて私には理解できません。あのスカーってやつ、他のと全然レベルが違うじゃん。恐ろしいほど強くないか？はい、ですが彼は本気ではなかったですし、私と漂白者さんに危害を加えようとはしませんでした。真の目的は分かりませんが、それもまたレイン様が伝えたい情報の一つなのかもしれません。それにしてもあの村でそんなことがあったとは思わなかった。連絡を受けてからすぐ治安署で事件についてアーカイブを調べてみたんだけど、現レインが着任するずっと前に後処理も記録もとっくに済んでたよ。その後は？安心して、犯人は捕まったし村人も新しい場所に移住させた。でもあんたらが言ってた女の子については署に記録がなかった。やはりスカーに連れ去られたのですね。私たちでスカーを捕まえることができれば。あー、さっぱりわからん。なんでレイン様は漂白者を基地村に行かせたんだ？スカーもそこに誤った情報をばらまきましたね。まさか餌を仕掛けたのはフラクトシデスの方で、村の事件から漂白者さんに何かを伝えようとした。レイン様はそれに気づいて漂白者さんに警告しようとしたということですか？あ、フラクトシデスが漂白者さんを誘い込む計画も、漂白者さんに危害を加えないこともレイン様はあらかじめ把握していた。ただフラクトシデスは漂白者さんをマークしているというメッセージを伝えたかった。どうして？ああ、つまりレイン様は護衛を手配してたってこと？必ずしもそうとは限りませんけど、きっと何かしらの対策はしていたと思います。どうかしましたか？今週の歴史を変えた人、蘇ろうとする名式が起こす戦争、闇にうごめくフラクトシデス、この全てが漂白者さんに関連しているとしたら、あなたは一体。こう見ると印の調査もだいぶ進んだな。あとは日時計だけか。
モルトフィーさん曰く、日時計にはレイン様が漂白者さんに伝えようとした真のメッセージが隠されているみたいです。12の国を意味する羊の国。羊の国、スザク。これがカラクリを解除する鍵になるかもしれません。じゃあ早速やってみよう。時間を調整するためには指針と外の輪にあるメモリする必要があるでしたね。つまり十二騎士の違うみたいですね。研究員で入手した情報は確か。正解のようですね。次は日時計の中央に四角の方位が記されています。それを指針に合わせたら完成ですね。東の青龍、西の白虎、南の朱雀、北の玄武、何度も強調された方位は白虎じゃないみたいですね。わあ、本当に解けた。すごい。私たち見ちゃダメだよね。ほらヤンヤン、早くそっち向いて。見ちゃって早く早く。交流に関する全ての資料が保管されているデータベースです。参照すればあらゆる疑問を解消できると言われていますが、それゆえに類書の設置場所は公表されていません。この交流を流れるデータの大動脈は採取の管轄下にあります。なのでレイン様はアクセス権限を他の人に付与することができるのですが、実際に行ったことはほとんどないそうです。変定のデータの金庫みたいだね。そこで得られる情報は精細かつ正確なものです。なのでもし高蘭類書を通じて漂白者さんの身分が確認できるのなら、あることを意味します。それは過去に漂白者さんは昆州と何かしらの関係を持っていたということ、そしてその関係が普通の関係ではないということ。昆州、それどころか交流にとっての大切な人ってこともありえるのか。もしかして私たちとんでもなくすごい奴に出会ってしまったのでは。どうかしました？他に何か気になることでも？
はい、政治的にも地理的にも中心と言えますね。偏帝は今州設置時に一番最初に落成した構造物で、今州で方位を示すときはそれを基準とすることが一般的です。漂白者さん、なぜその質問を？ほら、言った通りじゃん。やっぱりトップシークレットなんだ。うわ、心配丸出しじゃん。大丈夫だって、レイン様と会うのに危険なんてあるもんか。リラックスリラックス。漂白者さん、どうかお気をつけて。あなたの帰りを待っています。